おととい水曜日に、はい、半年経過観察、経過診察、あ、目の、目の、はいはいはい、の方に行ってですね、はい、じゃあそれでは、はい、行きましょうかね。はい、はい、じゃあそれではお願いします。はい、はい、どうぞ。こんばんは、FMC キャプテン西田剛です。アシスタントの FM 愛媛アナウンサー関一里です。 FMC 剛剛にした GO。はい、さあ前半は前節のアウェーゲーム京都サンガ戦について、後半は今週のゴーモリ、そしてメッセージを紹介します。はい、それでは6日のアウェーゲーム京都サンガ戦について振り返りましょう。結果は、うん、得意のカットインから、マキシュー、マキシューでしたね。マキシューでしたね。綺麗な、はい、まあ、愛媛市らしさが徐々に出てきて、うん、まあ、そういった中で2点追いつけたっていうのはすごくあのチームとしても成長してるなっていう感じたゲームでしたね。はい、うん、はい、ラジオネーム K さんです。はい、あの年で坊主っていう、なんで坊主したんですか、なんか悪さでもしたんですかっていいんや言うて、まあ、会話も引き分けにふさわしいよお互い頭にそう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 それでは行きましょう、今週のゴーマリー。さあ、それでは今週もメッセージが届いてますので、はい、紹介しましょう。まずはこちら、ラジオネーム梅ちゃんさんです。はい、岩井選手と渡辺選手とちびっこ高卒ルーキー対談なんかどうでしょうかっていうことでね。あ、やめましょう。はい、はい、続いてこちらです。ラジオネーム七種のどん兵衛さん。はい。大海道ということでね。先週ラジオで岡本選手のちゃんとの原曲がかかってましたね。はいはいはい。ゴールデンスだよ。お前知らんのとか言って知るわけないやん。いやいやいや。私知ってるってなる。いやなったらちょっと引くわ俺が。いや、いろんな楽しみ方されてる方いるんですね。はい、川原ゴール、バモゴール、バモ川原って。はい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 。てん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 、あ、ルン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 ですね。モンドタクシーズ。ホームゲームです。あさって13日日曜日、アルビレックス新潟をニンジニアスタジアムに迎え撃ちます。はい、新潟はですね、得点力が今、リーグナンバーワン。うん、まあ、その要因は、イベント盛りだくさん。はい、ニンスタであのスタグルを、ボリューム1、略して、そして、ハロウィンイベントと題しまして、オーレウィン。選手は仮装しますよね。さすがに。さすがに選手がゾンビみたいな感じで試合してもまあ面白さありますけど。いきなりバスからそれで降りてきてるみたいですよね。おー。ゾンビゾンビがね。まあスタッフがその分楽しませてくれると思います。はい。はい、